新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては令和2年の新春を穏やかにお迎えのことと心からお喜び申し上げます。旧年中は木津川市議会に対しまして深いご理解とご支援を賜り厚くお礼申し上げます。昨年は元号が平成から令和へと変わり新しい時代が始まった年でありました。木津川市におきましても議員選挙が行われ前回より定数を減らした20人をもって新たな気持ちでスタートしました。議員一同これまで以上に市民の皆様の声を市政に反映できるよう取り組んでまいります。また国内に目を向けますと昨年は台風19号の豪雨により各地で甚大な災害に見舞われるなど改めて災害に対する備えの大切さを痛感した年でもありました。議会といたしましても行政と一体となり市民の生命と財産を守るため災害に強いまちづくりを進めてまいります。そうした中でこれまでからの懸案事項でありました木津東バイパスと仮称木津川橋の工事が着々と進められており本年春に開通する運びとなりました。この道路は国道24号の慢性的な渋滞の解消と市内の交通ネットワークの根幹を形成するための重要な道路でありこれにより市内全体の交通の利便性が向上するものと大いに期待しています。また地方分権の進展に伴い二元代表制の一翼を担う議会の役割は大変重要となっています。とりわけ市民の皆様の声を聞き施策として積極的に提案することや議会の透明性信頼性の確保が強く求められています。本年もより一層議会の見える化を推進するとともに議会の使命でもある監視機能を発揮し皆様の声を市政に反映できるよう取り組んでまいりますので引き続きご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びにあたり市民の皆様のますますのご健勝ご多幸を心からお祈り申し上げ新年の挨拶といたします。